3曲目がですね、まだオリジナルなんですけども、春の歌を歌おうと思って春色という曲を、用意しました。聴いてください、春色。そうですね、はい。
こんな感じの人間です、僕は。知ってるわ、みたいな感じの声と。ですね、まあ、あ、そうだ。昨日ですね、昨日か、おとといか。まあ、どっちでもいいですよ、ね。おとといですね、朝起きて、顔を洗うとき、唇の上の方、鼻の下、うん、そこの辺、ここでですね、ここにですね、寄ってるわけじゃないんですよ、僕はもう。一応言っときますけど、お酒は一滴も飲んでおりませんけど、まあ、上唇の辺に、ニキビができてしまいまして、今日もね、というか、せっかく今日があるのに、なんでこんな時に限ってニキビができるのみたいな、ね、お前は女かみたいな、うんって言わんのそこで。いや、なんかね、一昨日の朝、ちょっとショックでしたね、出勤前に。それをまあ会社の人とか、昨日チャリティー路上ライブがあったんですね、そのさっき言った夢見る人プロジェクト、そこでも先輩の代理の方とかに、ニキビができてしまったんで、どうしてニキビができてしまったんですよ、どうしたらいいでしょうかみたいなことを、なんで言い直すねんみたいな相談したんですけども、仕方ないよとかと。はい、というわけでですね